バイコトンネルバイコトンネルは、茨城県水戸市中心街の元を横断する国道三百四十九号のトンネル。水戸市金町一丁目の国道三百四十九号と、バイコ2丁目の奇襲堀の間を、東茨城第一条の水戸駅北口市街地を地下で抜ける道路トンネルである。水戸駅北口の市街地は、馬の瀬城に伸びた大地の上を国道五十号に沿って、 商店街が形成されていて、慢性的な交通渋滞に悩まれる、市街地の南北通過には、第一条の商店街を通過しなくてはならなかった。バイコートンネルは、この交通渋滞する水戸駅北口の商店街を、回避するバイパス道路として、市街地の南部と北部の円滑な交通路を確保する、目的で掘られたもので、一般国道349号に指定されている。 トンネルの延長は607メートルに車線で、通過車両の制限速度は時速40キロメートルに規制されており、自転車や歩行者も通行することができる。路側帯の両側は一段高くなっており、東側面に管理用通路、西側面に幅2.7メートルほどの自転車歩行車道が設けられている。道路面は南のバイ側に向かってわずかに上り、勾配で、 南高校付近で少し S 字にカーブしている。茨城県が発注した建設工事では地下水を含む軟弱地盤にトンネルが掘り進められており、市街地を南北に通る街路直下ルート上に多数埋設されたライフラインが密集するという非常に厳しい条件が揃う中での難工事だった。2002年3月の培工トンネルの開通によって、 周辺道路交差点の交通渋滞の車列の長さは約5分の1、モズ橋本郷橋間の市街地通過の所要時間は約3分の1へ短縮になるなど、市街地内の交通量減少による渋滞緩和と通過時間の短縮に大きな成果をもたらしている。旧美都城の東側から数えて4番目に位置する、堀割。ABCDE、バイコートンネル1。 茨城県サイクリング協会公式ホームページ茨城県サイクリング協会2019年4月10日閲覧佐藤健太郎国道車新庁舎2015年11月25日39ページ ISBN 978から4から10から33 9731から1国道349号バイコトンネルの開通で 渋滞緩和と時間短縮。2004道路整備効果事例集。国土交通省。2019年4月10日閲覧。バイコントンネルにより、水戸市街地の通過時間が3分の1に、短縮。なるほど公共事業ナンバーワン。茨城県土木部。2019年2月23日閲覧。ABC、道路の区域の変更。茨城県法。 第1434号 P6 から7道路の区域の変更茨城県法第1342号 P10-11 道路の共用の開始茨城県法第1349号 P42 ありがとうございます。